こんにちは、楽ちんおかちゃんです。今回はホームセンターと園芸店をめぐってお花の苗をたくさん購入してきました。ちょっと多いので早足でご紹介していけたらなと思っています。最後まで見ていただけたら嬉しいです。ではまずホームセンター購入品からいきます。たくさんあるのでちょっと長くなります。はい、こちらのスイートミニイエロープチトマト、こちらとこちら、カゴメさんのアマタン、これは5月1日の全国一斉トマババ釣りに参加するために買ってきた苗です。で、カゴメさんの土が軽すぎるのでプランターに植えます。もう一つはトマバ祭りは袋栽培なのでトマトの袋栽培に植えたいと思います。そしてちょっと黄色のトマト曲がってますよね。これがこう斜めに植えてぐるぐるぐるって若さって育ててみようと思っているので、もう一つこのリング支柱を買ってきました。120センチの大きいやつです。これにぐるぐるしながら育てていきたいと思います。そしてですね、コンパニオンプランツ悩んだんですけど、やっぱりお野菜だけじゃなくて花も育てたいので、はい、マリーゴールドにしました。よいしょ、こんな感じかな。真ん中にマリーゴールドを植えるか、一緒のプラントの中にマリーゴールドを植えるかして、ちょっと防虫にしようと思います。もうピノちゃんクンクン匂い嗅いでる。やっぱマリーゴールド似合いますかね。ちょっとクリームブリュレ可愛いでしょ。普通の安いマリーゴールドでいいなと思ってたんですけど、ちょっと変わり咲きのこんな変わった色のしか売ってませんでした。そして次はサルビアです。なんかこの白いところにこの薄い紫のサルビア、これが気に入って、花の色映ってますかね。この下がりすぎか。見てこの色かわいいでしょ。サリーファン、去年日陰でサルビアを育てたので失敗したので、今年はちょっとこのサルビアを使って日向で寄せ植えを作りたいと思います。そして買いすぎ問題。私はサフィニアとかペチニアとか大きいお花のはやめました。なんでかっていうと、うちの庭は小さいのでちょっと存在感のありすぎるお花じゃない、どっちかというとカリブラゴア、そっち系で今年は攻めてみようかなと思います。冬越しできたカリブラコアもだいぶ育ってるんですけど、今日買ってきたの、今日じゃないですね、昨日買ってきたのは新しいちょっと大きめの PW さんのビスタ、真ん中がちょっと白い線が入って、ピンクの線が入ってて可愛いでしょ。このぐらいの大きさならいいかなと。別にベタベタするのもちょっと苦手で、これも
ちょっとした寄せ植えを作ってみたいなと思って買いました。そしてこれはスグラクとフリル咲きのダブルです。白とピンクと両方楽しめるのでいいなと思って買ってきました。この辺のカリブラコラの説明とかもう皆さん分かってるのでね、お花の色だけ見せてきます。これがミニのビスタ、紫色のパープルのビスタと迷ったんですけど、主人がこれが可愛いって言ったのでこれにしてみます。そして3色ダブルチェリーリップ、ホーリースモーク、レモンスライス、もう3色全部お気に入りです。可愛いんだよねこれがね、ちょっとこういうのねプードちゃんと似合うんですよ。ちょっとそれお間に合うね、可愛いね。日本人何言ってんのって顔してます。うん、お花を横に置くと近づいてくるんだよね。これでホームセンターのお花の紹介は終わります。詳しく見たい方は止めてご覧ください。では一つずついきます。ソラナム、ソラナムランドネッティバリエガータ、すごいみなちゃんいい匂いする。ナス科の植物です。低木だって。お花がとっても可愛くて気に入っちゃったので、花が咲いてない時も斑入りっていいですよね。何すごい嗅いでくれる大丈夫大丈夫、とりあえず寄せ植えに入れてもプランター、あ、庭に入れてもいいなと思って、とっても可愛いです。そしてこれがアジュガ、私が持ってないこの葉っぱの感じが気に入って買ってきました。ゴールデングロー、このゴールデングローのアジュガ持ってなかったんですよね。これは日陰の仲間入りにさせたいと思います。そして皆さん知ってのアゲラタム、可愛いですよね。寄せ植えの手前に入れようかなと思って買ってきました。ちょっと早いかなと思いつつも買ってきたのがポーチラカのマジカルビューティー、これ去年も育てたんですけど、なんて言ってもこの葉っぱの色が可愛いでしょう。去年この葉っぱが入ってるだけでとっても可愛くて、多肉っぽくて、多肉も好きなので、これちょっと早いかなと思ったけど追加っちゃった。そして背の高いお花、映ります？知らない、よいしょ、お花だけでも映そう。ピチャピチャピチャ、あら後ろ向いて座っちゃった。これがペンテスモンエレクトリックブルー、綺麗でしょう。これが
耐寒性多年草。多年草なんだ。お庭に入れるとちょっと我が家のお庭は狭くて、ちょっと存在感がありすぎるので、これも寄せ植えの最後尾に入れようかな。そして間から出したいと思って買ってきたのが、これですね。セリ。フラミンゴ。ふいり。ピンクのふいり。かわいい。この暴れた感じもいいし、涼しげだし、買ってきました。そして次はこれ。ベロニカです。インカナシルバー、シルバーシーって名前。結構値段はしたんですけど、このベロニカ挑戦したくて買ってきちゃいました。これも、耐寒性多年草ですね。冬越しできたらいいな。これはお庭に入れたいな。次がアンゲロニアです。アンゲロニア。色悩んで結局この薄い紫色にしました。あら、ピーちゃんが動いてる。花の匂い嗅いでますね。はい、嗅いで。そして最後がこの暴れ具合と紫のお花とフリリの葉っぱが気に入って買ってきたのが、スクテラリアバリエガータ。シソ科だそうです。寄せ植えとかの横からビヨンビヨンって出ると、可愛いですよね。これで園芸店から買ってきたものは終わります。食べちゃやーよ。食べちゃやーよ。あ、最後にもう一つ、ホームセンターから買ってきたのがありました。ユーフォルビアダイヤモンドスノー。これがですね、冬越しできなかったので買ってきちゃいました。こらこらこら、食べちゃやだ。食べないの。食べちゃダメ。いいだ。お気づきかと思いますけど、青い花群だ。ちょっとブルーとか紫とか最近お気に入りで、青い花群団になってしまいました。こっちはカリブラコア、トマト軍団。倒れちゃう。そして青いお花軍団。普段ピンクのお花が多いので、ちょっとブルーのお花を買ってこようかななんて思ったら、こんなことになっちゃいました。頑張って植えてきます。あれ、ピノちゃんまた後ろ向いちゃった。